山川立10月18日から1944年2月22日は、大正時代から昭和初期にかけての日本の官僚、政治家。山川博士男爵家当主。東京府出身。父は山川健次郎でその4男である。長兄の山川仁は、東京帝国大学教授。1913年、いとこにあたる山川蓮の後を継いで、 叔父の山川博之家を承継した。名の校を経て、1918年、東京帝大を卒業し、高等文館試験に合格。千葉県警視、道理次官、静岡県地方事務官を経た後は、文部官僚として終始する。普通学務局所務課、専門学務局学務課、大臣官房体育課、同文章課、同会計課の各課長を歴任。 この間、欧米視察に派遣された。社会教育局長を経て、専門学務局長在任中に、京都帝国大学で、横領事件や清の事件が発生し、浜田工作総長が G を表明したが、山川は荒木貞夫文章の意を受けて、G 撤回の説得を行った。1939年4月、局長を辞任。荒木文章による、人事道で知事へ転出を求められ、 拒んだことが理由であったその後、同年7月に、貴族院男爵議員に汚選され、1944年2月に死去するまで在職。院内では厚生会に所属した、合図会会員。妻は、高杉進の次女、あや子。高杉は、岡山県出身で、戦前は大日本ビールや帝国ホテルなどの役員、戦後は、 京都ホテル会長を務めた実業家である。ありがとうございます。